い波が来てるよね。いい波が。うわすげえな。江ノ電の横ですね。来るかな江ノ電。できたら来てほしいな。すごいな。4種踏切でもなく、まあ、通常の赤線ってやつですね。この人の家のためだけの踏切みたいな、あるんやな。やっぱりねこういうのね、江ノ電といえど踏切反応灯も一緒やね。あ、来た。踏切反応灯、チンカンチンカン。こっちから攻めると前から来ますよ。前から、はい、前からね来ますよ。あ、そこ駅や。あ、そこなんかなんたら学校とかいう駅じゃないのかな。おしゃれなね。はいはい、すげえな。前から歩いてるおじさんも絵になるよね。はい、お、おしゃれな、おしゃれな電車。あ、造血や、藤沢行きやって。へえ、これなんとか学校とか駅じゃなかったの確かね。江ノ電、こう鎌倉高校前か。いいよねこの駅ね。確かに。ねえ、海も前の海のこの何とも言えんこの波がいいよね。波がね、ああ、なんか波を待ってるサーファーもいますよね。みんな波を待つ人。ちょっとまだ、おお、とリゾートっていうか休みやね。この辺でびっくりな、あの、まあ移動にもあれやけど、バイクにあのボードを横につけてる人多いよね。それでこう来てんじゃねえ。今日らいい波なんかな、よう分からんけど、なんかほんまに綺麗やね波が。すごい綺麗な波。続くんやろこの流れがね。どうですか、どうですか、今は一番上に動いてます。発情点手付きや。ここで列車行き違いするんやな。信号場みたいな感じやな。いいわこの辺湘南ねえ。稲村ヶ崎駅ってなんかサザンオールスターズじゃないの。サザンオールスターズねえ。チャリンコでも乗るとね、体も引き締まるんやろうけどな。外気温は高いけどなんか気持ちいいよね。はいはい、
帰ったら車洗わなあかんで。おお、なんかそこで人が容器降りてる。なんか北陸でね、あえて人が降りて見てると、ちょっと言い方あれやけど、なんか自殺かみたいなね、あそこで容器人がやるけど、自殺かなんかがあったから人がやるんかなっていう、なんかそんな感じを受けるんやけどさ、こっちやとなんか海を見に来てるみたいなね、京都の河原町のね、河原のなんかところやみたいなイメージがありますけどね。なんかこのおしゃれでもないんだけど、コーヒー屋さんねえ、車で来てもいいけど、この辺って車はどっか置くとこがあるのかな、駐車場が。あるね、駐車場ね。あ、だからこの海の下の海とかなんかこう駐車するんやな。あ、コンビニ、あ、ちょっとコンビニ寄ろうかな、やめとくかな。なんか駐車場有料やったら、コンビニが有料ってか、じゃあここは有料なんや。みんな有料に止めるんやな。3時やからちょっと時間がだんだんやばくなってきたな。にょっ、いいとこをね、見させていただきました。はい、そんな感じで、走ってました。以上です。